い、どうもー、キュンです。はい、エマゾロね、出まして、当たった方とかね、浮かれてるところ申し訳ないんですけれど、皆さんね、なんか大切なことを一つ忘れてませんでしょうか？生放送の前に、タナピーとガーソーが、運営のチャンネルで発表した内容の中に、ちょっぴり意味不明なシーンが入っていましたよね。いやいや、もう忘れましたか？こちらです。はい、どんど焼きの説明のシーンですね。まあ、このどんどから取って2か来るんじゃないかなとかね、いろいろ予想されておりましたが、結論このシーンはこれを伝えたかっただけだと思います。で、結局2かは来ないのかと、いいえ、ちゃんと来ますよ。半年後ぐらいのアニワンに2かが登場していたら 4.5 周年の超フェス2かで決まりでしょう。ただだいたい 4.5 周年とかその半年で出すやつっていうのはね、1体しかキャラ出ないんで、2かが単体で出るのかなって思うとちょっと怪しい。2かはギアフィブスということで、それとかけて5周年に出してくるっていう可能性もね、否めないんですよね。なのであのどんど焼きはまあ近いうち出ますよの伏線と捉えて OK です。じゃあ 4.5 周年はなんだと考えますよね。きっと神獣山、あ、寄りすぎた、神獣大和でお間違いないでしょう。まあ、きっとローの可能性もキュンは捨ててないけど、なんかまあ神獣大和の方が出そうな気はするよね。きっと&ローは5周年でさ、ニカと一緒に出るっていう可能性あるよね。ということで、4周年次は次はって思ってる方、超フェスはね、おそらくもうないかなと思います。タナピーザクザク